さて、ヨブが2回目にエリファズに答えるのを聞きます。最初に片方から話を聞き、その後相手側の話を聞きます。実際にはこうあるべきではありませんでした。なぜならこの人たちはヨブの慰めになるために来たのだからです。慰めになる代わりに彼らは論争するものとなりました。でも彼らはディベートに勝ってはいません。これは引き分けだろうと思います。後になって横で見ていた若者が入ってきて議論をします。最終的に神様が登場されます。ヨブに必要だったのは、ヨブが望んでいたのはそのことです。エリファズはただ古い、同じ古いレコードをもう一度かけたように、ただ同じ古いことを繰り返すだけです。最初のスピーチの後、何一つ進んだ情報は得ていません。ヨブ記16章1から2節。ヨブは答えて言った。そのようなことを私は何度も聞いた。あなた方は皆煩わしい慰め手だ。ヨブは言います。あなた方は私に何一つ新しいことを言っていない。私が聞いたことのないことは何も語っていない。それに加えてあなた方は煩わしい慰め手だ。この人たちはヨブの友人であったと私は確信していますが、最後には慰めではなくディベートになってしまいました。ヨブは一人一人が話した後に反論するチャンスが与えられました。ここにあるのはその反論です。3節、虚しい言葉に終わりがあろうか。あなたは何に興奮して答えるのか。ヨブは次のように言っています。あなた方が話したように話すなどということは、あなた方は恥じただろうと私は思った。残念なことに、とても多くの説教がそのようになっています。いくつかの説教は聖書が中心にもなっておらず、神様の御霊がそれをお使いになることができないのです。神様の御霊が説教をお使いになることができないのなら、その説教は無に帰します。無駄な虚しいことです。神様を礼拝することと御言葉を説明することに関して、今日の世の中には多くの何の意味もない説教が存在します。4節、私もまたあなた方のように語ることができる。もしあなた方が私の立場にあったなら、私は言葉を連ねてあなた方を攻撃し、あなた方に向かって頭を振ったことだろう。ヨブは彼らに、もし立場が逆になったなら、自分が彼らに対して非難のスピーチをしていたことだろうと言っています。パウロはこのような類のことを心配して、そのようなことに反対するようにと信者に書き送りました。ガラテヤ人への手紙6章1節、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったのなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。そのような人とディベートをしないようにしてください。その人、柔和な心で回復してあげるのです。そのような柔和さは、ご自分の者たちの足を洗われた主によって実際に示されました。主は今日もそのようにしておられます。あなたや私が自分の罪を言い表すとき、第一ヨハネ1章9節、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。主は今も足を洗われます。つまり主は今もご自分の者たちを清められるのです。でも主は同時に私たちのために手本を示されたのです。もしあなたが誰かの足を洗うなら、あなたはその人の上に自分を置くことはできないし、その人を見下げることも、その人に向かって指を指すことも、説教することもできません。ひざまずき足を洗うためには、しもべの場所にいる必要があります。それはその人と議論するのとは随分違います。この友人たちがそのような方法でヨブのところに来なかったのはとても残念です。5節、私は口先だけであなた方を強くし、私の唇での慰めをやめなかったことだろう。ヨブは自分は彼らに違うアプローチをしただろうと言います。自分は彼らを強くしたいのだと言います。彼らを慰めたいのだというのです。彼は彼らの足を洗うことをしたかったかもしれません。それは彼らを交わりに回復すること、彼らがヨブのためにしてやらなければなかったことです。6節、たとえ私が語っても私の痛みは抑えられない。たとえ私が忍んでもどれだけ私からそれが去るだろう。ヨブには何の助けにもなっていません。7から8節、誠に神は今私を疲れさせた。あなたは私の仲間のものをことごとく荒らされました。あなたは私をつかみました。私の痩せ衰えた姿が証人となり、私に向かって立ち、面と向かって答えをします。ヨブは言います。あなたは私を年老いたものにされました。あなたは私をつかみました。私をシワで満たされました。9から11節、神は怒って私を引き裂き、私を責め立て、私に向かって歯ぎしりした。私の敵は私に向かって目をギラつかせる。彼らは私に向かって口を大きく開け、そしって私の頬を打ち、愛集まって私を責める。神は私を小僧っ子に渡し、悪者の手に投げ込まれる。
この人たちは不敬虔なものと同じです。彼らはヨブの友人のはずでしたが、彼らはヨブを敵のように扱いました。そして今日多くの救われていない人たちよりも意地悪になれるクリスチャンがたくさんいるということをご存知でしょうか。意地悪なクリスチャンほど意地悪なものはありません。ですからヨブは友人たちを不敬虔な人に分類するのです。ご覧のように彼らは神様を弁護していると思っていましたが、ヨブに対抗して非難するのに、彼らは不公平で残酷でさえありました。12節、私は安らかな身であったが、神は私を打ち砕き、私の首を捕まえて粉々にし、私を立ててご自分の的とされた。ヨブは神様がこのことが自分に起こるのを許可されたということを認めています。私が子供の頃、狩りに行くと多くの場合に犬がウナギを捕まえるのを見たものです。犬はウサギの襟首にかぶりついて振り回します。いやはや、すごい勢いで振り回すのです。見たところ、ヨブもそれを見たことがあったようです。ヨブは神様はそのように自分を振り回されたと言いました。神様は時によってそのようにされるのです。13節、その異種たちは私を巡り囲み、神は私の内臓を容赦なく射抜き、私の炭汁を地に流した。炭汁の苦々しさを思いながら、彼は自分の苦々しさは自分の中からそぎ出されたと言っています。14節、神は私を打ち破って破れに破れを加え、勇士のように私に向かって馳せかかる。彼は神様が勇士のように自分の上はあちらこちらに歩かれると言います。ヨブは神様がまるで自分を玄関マットにされたように感じています。ヨブがここで示している説明よりも繊細な説明はどこにもありません。過去の偉大な小説家、詩人、エッセイストたちは何度も何度も予期を読みました。予期の言語はとても優れています。予期の説明は荘厳です。私は予期があなたの一部分になるように読むことをお勧めします。ここの言語の美しさは素晴らしいものです。15から16節。私は荒布を肌に縫い付け、私の角を塵の中に突き刺した。私の顔は泣いて赤くなり、私のまぶたには死の影がある。ヨブがどれほど死に近かったか気づかれたでしょうか。彼は死を望みましたが、それでも死を避けました。彼はこの試みの時の間ずっとまさに死に直面して立っていました。彼はいつ死ぬかわからないと感じていたと思います。彼は病気でした。ひどい病気だったのです。17節。しかし私の敵は、手には暴虐がなく、私の祈りは清い。さてまた、ヨブの心と人生の中にある、取り扱わなければならないことが頭をもたげるのを見ます。彼の友人たちは、ヨブの自己弁護の精神に貢献してしまいました。彼らはヨブに守りの姿勢を取らせました。ヨブが自分を弁護し始めた瞬間、彼は神様を不利な立場に置きました。ヨブは神様を義とする代わりに自分を義としました。問題はヨブの友人たちが、ヨブが自分を罪に定めるように導く代わりに、彼らがヨブ自身を罪に定めたことでした。人が自分自身を弁護し始めた瞬間、ヨハネが述べた立場に自分を置くことになります。第一ヨハネ一章十節。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにはありません。それは神様を偽り者とすることです。神様に責任をなすりつけることになります。神様は裁き主としての立場から取り除く。神様を裁き主としての立場から取り除き、裁かれる立場に置くこと、有罪の者、犯罪者とすることです。実際、大勢の人たちが神様を裁く裁きの座につきます。ヨブは、私の手には暴虐がない。こういった瞬間、彼は同時に彼にこのようなことが起こるようにされた神様が間違っていると言っているのです。ヨブは言います。私の祈りは清い。私は私たちのうちの誰も清い祈りを祈れる者がいるとは思いません。私がいつも主にイエス様の皆によってお願いしますというのはそのためです。私は自分自身で神様に直接届くことはできないと知っているからです。18節、地よ、私の地よ、覆うな、私の叫びに休み場所を与えるな。今ヨブは目覚ましい言葉で叫びます。彼は地に自分の地を覆わないようにと求めます。もしアベルの死が神様に叫び求めたのなら、確かに自分の地は神様に叫び求めるはずだとヨブは思っているのです。神様は血を覆うことはされません。そして神様はキリストが流された血をご覧になるのです。19節、今でも天には私の証人がおられます。私を保証してくださる方は高いところにおられます。聖書は全体を通して神様が私たちの記録を取っておられると教えています。もしただの人間がコンピューターと呼ばれるものを作れるとしたら、神様が記録を残すのに私たちが想像できるどんなものにも勝る方法を持っておられるとは思います。私は私たちが口にしたすべての言葉、私たちが行ったすべてのことが記録されていると考えています。私自身について言えば、私は自分のことで作られた記録というのは絶対に見たくないのです。私はそのうちのいくつかのことがイエス・キリストの血潮によって消されているということをとても嬉しく思っています。神様、そのことに感謝します。20節、私の友は私をあざけります。しかし私の目は神に向かって涙を流します。
これは涙を流しながら荒れ果てた場所に座っているヨブの姿です。彼の友人たちは彼の周りに立ち、軽蔑して彼を見、彼を偽善者と呼び、嘘つきと非難します。彼らはヨブを知らず、神様を知らず、そして自分たち自身を知らないのです。21節、その方が人のために神に取りなしをしてくださいますように、人の子がその友のために。ここにもう一つのヨブの叫びがあります。信者にとって取りなし手がいることを知るのはなんと素晴らしいことでしょう。私たちには神様の御前に私たちを代表してくださる弁護士である方がおられます。私たちのために全てが取り払われています。第一テモテ2章5節、神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。もしまだ主があなたの弁護人でないのなら、主はあなたの弁護人になりたがっておられるのです。ヨブ記17章1節、私の霊は乱れ、私の火は尽き、私のものは墓場だけ。私の霊は乱れ、私の息は腐敗している。この本当の意味は、彼はひどく病気であるということです。彼のために墓が用意されています。まるでヨブが自分は片方の足を墓に突っ込んで、もう片方の足はバナナの皮の上にあると言っているようなものです。彼は自分は死にかけていると思っています。2節、しかもあざける者らが私と共におり、私の目は彼らの敵意の中で夜を過ごす。ここでヨブは死にかけているのに、友人たちは周りに立って彼をあざかっているのです。何ということでしょう。彼を慰めるために来たはずのこの人たちは、実際には彼とディベートし、彼を罪に定めているのです。実利的なクリスチャンでいながら、この世のかわいそうな罪人たちの大した助けにならないということがあり得るのです。きつい言葉を言うべき時があることも認める必要があります。神様はヨブにとても厳しいですが、同時にヨブを慰められます。神様は彼を助け、回復されます。あなたも私も神様を裁きの神として見るかもしれませんが、神様は同時に憐れみの神、恵みの神でもあられるのです。4から5節、あなたが彼らの心を閉じて悟ることがないようにされたからです。それゆえあなたは彼らを高められないでしょう。分け前を得るために友の告げ口をする者、その子らの目は衰え果てる。そして彼は分け前を得るために友の告げ口をする者と訴えます。ヨブは彼らに告げ口を言ってほしくありません。彼はこの調子で続け、自分は死のとこにいると結論します。13節、もし私が黄泉を私の住処として望み、闇に私の寝床を述べ、ヨブは自分が町の外のゴミ置き場から立ち去ることはできないと思っています。ゴミ置き場が彼の死のとこだと思っているのです。14から16節、その穴に向かってお前は私の父だと言い、宇治に向かって私の母、私の姉妹というのなら、私の望みは一体どこにあるのか。誰が私の望みを見つけよう。黄泉の深みに下っても、あるいは共に地の上に降りていっても。彼は腐敗は自分の父と母よりも自分に近いと言います。彼の両親が彼をこの世にもたらしましたが、今彼は両親に対してよりも死の方に近いのです。とても疲れてひどく、病気の彼の体はもう塵に戻る準備ができています。